ここでね、じゃあ私たちから、改めてね、一人ずつ。一人ずつ。はい。じゃあ、あおちゃんからからね。はい。今日は本当に皆さんありがとうございました。手術にこう2ヶ月半入って、で、なんかこう、入ってからすごい明るくなったねとか、なんか前より自信持ってるようになったねとか、皆さんに言っていただいたりして、でもそれ本当に、エビさんやカナタさん、ね、ルナちゃんと一緒にやってきたからだと思うし、皆さんがなんか推しってわけじゃなくても、なんかこう、温かい言葉をかけてくださったりとか、こう、会いに来てくださったりとかして、なんか、そのおかげで、ここまでやってこれたなと思うので、本当にありがとうございました。1月からありがとうございました。来てくださった方、配信見てくださってる方、今日は来てなくて配信は見てないけど、いつも応援してくださった方、本当に感謝です。高校生で、なんか、なかなか、学校のことといろいろ混ざって、むちゃくちゃになって大変なこともありましたけど、チューチューリップに入れてよかったです。ありがとうございました。はい、はい、じゃあね、はい。なんかやっぱり、最初にね、こうやって、足を運んできてくださった方、そして配信を見てくださってる方、本当に今日はありがとうございます。やっぱ、アイドルをしてると、やっぱりどうしても、ね、終わりが、やっぱつけないものでしてね、始まらなきゃよかったなっていうふうに思ったりすることもあるんですけど、全然そんなことなくて、やっぱ始まらなきゃ、感じられないこともたくさんありますし、いろいろね、このチューチューとして約2年間過ごさせていただいて、たくさんの本当に皆さんとの思いがいっぱいできて、本当に幸せな日だったと思っています。でね、やばい。まとまらない。ね、過去をね、振り返ると本当に、幸せなこともいっぱいありますけど、この今っていう時間をね、本当に大切に幸せな、ね、瞬間だと思うので、一人一人それぞれの道がね、違えるけれども、私たち一人一人はちゃんと同じ空で繋がってるし、みんなとも繋がっているのでね、一人一人今の幸せをかみしめて、それぞれの道でも輝いていけるように、それぞれ共に歩んでいけたらいいなと思いますので、引き続きね、この4人の応援をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。それでは平井さんと最後に一言させていただきます。本日は、お忙しい中、お仕事悪い中、こんな病気にかかった世界の中、リスクを背負って会いに来てくださってありがとうございます。約1年と9ヶ月、こう長いようで、とってもとっても短かったなって夢だったのかなっていう気がします。私にとってチューチューリップは、研究生の頃からずっと頑張ってきて、それで初めてもらった正規ユニットのグループで、デビューメンバーとして皆さんの前に立たせていただきました。チューチューリップはとてもとても個性が豊かで、一人一人とても面白くて、楽曲も素晴らしくて、衣装も可愛くて、こういう風にステージも用意していただけて、たくさんいろんな対話に出させていただいたり、シーダやブレイズという、素敵な箱でワンマンをさせていただけたり、本当に本当に、来てくださる皆さんを楽しませられる、絶対って思いながら、胸を張って皆さんの楽しいの先陣を切れるように、自分の中でもメンバーの中でも目標にして、ここまでやってきました。でもやっぱり楽しいことばっかりじゃなくて、ずっとずっと大きな壁に立ちひし、うちひしがれてて、思うように活動もできなかったし、思い返せば叶わなくて、悔しい思いばっかりでした。ばっかりだったと思います。正直、こんなデビューと同時にこのような世界になってしまって、なんでこんな
私たちばっか苦しい思いしてるんだろうってなんでこんな思いしながらアイドル続けられてるんだろうってチューチューリップは楽しいグループなのでそのステージ上とステージから降りたところ時のギャップというかに耐えられずいなくなってしまったメンバーもいます。でもこうやって数え切れないほどたくさんの方じゃないけどこうやって端から端まで今見てくださってる皆さんがチューチューリップを楽しいってチューチューリップのライブを見ると元気になるって好きだと言ってくれてるから私たちはたくさんの奇跡を重ねてここに立っています。私が現体制終了してアイドルという活動をやめる身として最後に皆さんに伝えたいこととするならばこの世界でこんな風にステージに立ってこんなメンバーに巡り会えて先輩に巡り会えてスタッフさんや運営さん箱のスタッフさんやこうして配信で見てくださっている遠方の方今日来れない忙しい方ここにいらっしゃるお客様、友達、家族、全員がこの一つの場所に集まってこういう風にライブを開催できていることは本当に奇跡だと思うし、なので今皆さんが応援しているアイドル、推しメン、絶対に大切にしてください。当たり前にいる、当たり前じゃない大切な人を自分の人生の中で思う存分悔いのないように愛してあげてください。皆さんのこれからの人生が幸せになるように聞いてください。マイワールド。